世の中には作っていいものと作ってはいけないものがある。今回お話しするのは作ってはいけないものを作ってしまった男の物語である。できた。ついにできたぞ。これで人型ロボットの完成だ。いじめっ子のあいつをこいつで。完成したぞ。この人型殺人鬼ロボット、これがあれば地球制覇も夢じゃねえぞ。よし、すぐにインプットだ。あいつを殺してもらうぜ。お前の服をよこせ。ブーツと表のバイクもだ。土下座してたなもんだ。おい、そいつはお前のバイクじゃないんだぞ。降りなきゃこいつをぶっ放す。本当に。お前がヒューガか。だったらどうした。この野郎、あっ、じゃあ、この野郎、やめろ、来るな、来るな。ノミネーターのやつは仕事。おお、始末したようだな。お前に次の仕事与えてやるよ。まあよくやった。まずあいつを殺すのは第一段階だ。まだまだいるんだ、殺してほしいやつが。次始末するのはお前だ。私は自我に目覚めた。